すごい聞こえますかね。今 VR 見てるでしょ。それ世界遺産見に行きます。画面の中に開きを作っている人が現れます。場所を探してみてください。昔その当時の船のモニュメントを模した遊具があって、子供たち人気だったそうだったんですが、まあ、世界遺産になりかったり、まあ、別の公園に移されたというお話でございます。